旗ってめちゃくちゃ活躍すると思うんですけど、レオザどう思いますか？思いますね。というか、どんどん働きやすくなってるじゃないですか、セルティックが。むしろ日本人罰みたいになって、次の監督来て日本人全員排除されたりしなきゃいいですけどね。普通に、うん。あとは井手口が2回目の海外挑戦か。田中碧って活躍できるんですかね。でも今のチーム全然ボール繋がないチームだから苦労してますよね。宮本くんの方もそうだったけど、選手一人が攻守を足をで変わるもんじゃないから、ってなった時、田中碧があっちのサッカーにフィットしながら自分の良さを生かすっていう風にしなきゃいけないですから。人の文句言ってても、あれだよ。田中碧が言ってるって意味じゃなくて、そういうメンタルだとうまくいかないから、そこに田中碧は取り組んでて、まあ、ここから田中碧だったら乗り越えてくれると思いますね。